見ていただくと5番の目になってますね、全部。これが当初私たちもよく分からなかったんですけど、実際ここで作業をしてた山内大吉さんという方がいらっしゃる。板張り天井の柱の取り付けるための穴ですね。この部分がこれなんです。それで工作階の上にこの板張り天井をする。そうすると、機械で水滴や土砂が落ちないということで、でこの前山内大吉さんの話によると、工作機械1台について裸電球が1個だということで、非常に暗くて非常に作業しにくいところだったと。セメントの上に直接機械を置くんじゃなしにね、松の土台を作って、松の木のその上に工作機械を置いたということで、松の木の土台がね、点々まだ残っています。はい。でここの特徴はね、枕木を取った跡があるんです。ああ。その時で。よそ様のお宅の裏を、洗濯物なんか持ってるところを横で見るのは失礼だから。で、はい。